皆さんこんにちは、加古様こんにちはということで、本日2024年3月31日本日の予定なんですけども、もう正直に言います、ボクシングの世界戦や、その他スポーツの試合などもありますけども、夜、まあ、18時30分頃には予定が空くと思います。でそれぐらいのまあ、その近辺の時間帯に、食事を、して、まあ、それから買い物みたいな形ですね。まあ、閲覧者数に関しても動画をアップロードしても、まあ、なかなか20にもすぐには届かないんですよ。だからまあ、今日、もし佳子様が来るのであれば、言っておこうかなと、思って、申し上げました。まあ、その格闘技の件については、まあ、私の方でしっかりと、担当いたします。で、まあ、皇室の方たちにはご迷惑をおかけしないという内容ですね。それはそれなりに私の方にも実績がありますから、まあ、その辺のところで、対応しようとは思っています。まあ、もし今日、佳子様が来られるんであれば、まあ、この間の、そのブラジルの方たちとのその、交流、された時に、まあ、最後の方に会うっていうことを、はっきりと述べられている映像がありまして、まあ、その映像のその言葉にそのたどり着いたのが、まあ、僕の心の声の方でその理由がいいっていうね、その抱きしめるようなあの形っていうのを、想像して、で佳子様が会うと、そういうことを笑顔でしっかりとおっしゃっていただいていた内容の画面まで、まあ、3回見た時に、やっと到達しました。今日の朝見た時はその会うっていう文言は、出てきていなかったんですけども、映像加工コンピューター動画してるということですね。だからまあ、それのところ加工様のご予定なのかこちらの予定、その双方のところでそうなってしまってるのか、とにかく私は結婚っていうことを今年の第一優先に置いてますので、その辺のところは、まあ、そのこちらの状況をお伝えすることによってその会いやすい形っていうのは、作られてるんじゃないかなとは思います。まあ、何でもそのストレートにはっきりということがものすごく大事だと私は思っています。それは今まで申し上げてきた内容を聞いていただいたら分かるかと思います。ということで、本日も、しっかりと、気を張って、対応したいなと思います。以上です。まあ、今日、佳子様と会えたらいいなと思ってます。